筆玉はサンリオのキャラクターグッズ用キャラクター群。デザイナーはエイミー。2013年にキャラクター開発。日本のみならず海外でも人気の高いキャラクターである。デザイナーのエイミーが家で卵かけご飯を食べている時に卵の姿がやる気なさそう、目を合わせなさそうに見えたことから思いついた。卵の姿を不景気なご時世に絶望して優秀なのに頑張らない。 現代人の姿に重ね合わせた。ぐで玉の行動は悟り、世代がヒントになっている。ぐでぐでとしたやる気のない卵のキャラクターとして2013年にデビューを果たし、同年の投票企画、食べキャラ総選挙空間食われるか真剣勝負。でニーを獲得した。2014年11月16日には、歌手デビューを果たし、自身の出演する番組、朝ちゃん。 内のショートアニメのテーマ曲となった、朝ちゃんの前座番組、早時、では、うつきだまゆ監修による、ぐでたま占いというコーナーを設けている。ショートアニメは2016年1月から TBS チャンネル1でも放送されている。2016年10月クールに放送された TBS 系金曜ドラマ、砂の投資りすぎた隣人では、登場人物の高野空が、 グデタマの大ファンで、部屋には、グデタマグッズが多数飾られていた。2019年1月の報道によれば、サンリオのキャラクターでは、市場規模、利益ともに、ハローキティ、マイメロディに次ぐ3番手である。2014年8月2日に開かれた受賞式のパレードに、グデタマが、ゲリラ乱入し、サンリオピューロランドから出入り禁止を言い渡されかけたが、グデタマの、 登場キャラクターであるニセタマの説得により、デザイナーのサイン会を開くことで難を逃れた。しかし8月17日、クデタマがピューロランド入り口付近で寝そべるグリーティングを無断で行い、ピューロランド側から出入り禁止処分が言い渡された。その後、9月初旬の外観エリアで、グリーティングが行われ、出入り禁止が仮解除された。出入り禁止の全面解除後はグデタマに関する、 ライブショーの上演やアトラクションが設置され、好評を博すまでになっている。韓国では、コスメ、ホルカホルカとのコラボ商品が発売された。2018年3月9日には、ソウル市の現代百貨店でデビュー5周年を記念するポップアップストアがオープンした。韓国のウェブドラマ、必須恋愛教養では、主人公たちが住む大学寮のセットで、 グデタマのぬいぐるみが登場した。中華圏では、グデタマの名前は、炭鉱家と表記されている。二千十五年十二月十八日から二千十六年三月六日に、台湾、台北市で開催されたグ、グデタマ店は、約四十五万人の入場数を記録した。中国、上海市のショッピングモール、上海大越城では、二千十七年六月十七日から八月二十日に、 グデタマ店が開催され、これは中国大陸では初だった。台湾、台北駅に2017年10月末にオープンした日本式の駅弁を販売するお店、招き来たる日日便等では限定駅弁、タンファウタ便等が販売された。香港では2015年の後半からブームとなり、マクドナルドなど複数の企業がライセンス商品を生産した。 アメリカでは2015年にロサンゼルスのプランチェックキッチンバーでグデタマ X プランチェックと題した特別コースメニューを用意したりグデタマの着ぐるみが登場する企画を実施したアメリカのニュースメディアボックス .com はグデタマ人気の高まりと欧米とは違う日本の可愛い文化をビデオで解説したこの他夏目ミク石井太夫など朝ちゃん のレギュラーをはじめとする TBS のアナウンサー陣も頻繁に登場する。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞で第30.31回において4位を受賞し、歴代最高である。初戦となる第29回は7位で、8位のキリミちゃん。より上位であったが、デビューしたキャラクターを対象に贈られる、新人アワードはキリミちゃんが受賞した。両者とは、 ファーストステージ、ファイナルステージともに接戦であったが、ファイナルステージでは終盤で、グデタマがキリミちゃんを逆転した。2015年夏に行われた投票企画2015年サンリオキャラクター大賞で4位入賞を果たした。この回は、グデタマであるにもかかわらず、誰よりもやる気を見せてくれたキャラクターに贈られるやる気アワードを受賞した。2018年は、 総合8位でトップ5から外れたが、韓国、台湾、アメリカでは1位を獲得し、香港、イギリスでは2位を獲得した。2020年は総合12位でトップ10から陥落したが、イギリスでは2位を獲得した。また、コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ、思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、 サンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はグデタマは16位であったまたイチゴ新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている第1回はニセタマさんがノミネートされ 12位にランクインされた。第2回は、ギュデチャマがノミネートされ、11位にランクインされた。第3回は、シャキピヨがノミネートされ、11位にランクインされた。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、ニセタマさんが9位とトップ10にランクインされたほか、ギュデチャマが18位、シャキピヨが26位にランクインされた。仕切り直しとなる。 第5回は、ギュデチャマと、ニセタマさんがノミネートされ、ギュデチャマは23位、ニセタマさんは28位にランクインされた。西武鉄道3万、ケイグデタマスマイルトレイン脱獄ごっこ2021年1月11日、iOS、Android 用ゲームアプリ、脱獄ごっこにて、サンリオキャラクターズコラボ中のため、ティノグで、ダマが登場。ありがとうございます。